それではイネ科植物が根から鉄を吸収する機構の解明ということで、砂漠土壌の砂漠の緑地、砂漠の土壌をですね、緑地化したいという、そういう肥料の実用化についてお話しさせていただきます。世界の陸地のですね、67%、およそ7割がですね、不良土壌と言われておりまして、で不良土壌というのは何かと言いますと、農耕に適せない土地、農耕に使えない土地ということです。つまり人類はたった3割しかですね、農耕に土を使えていないと、そういう状態になります。でそのうちの約半分がアルカリ性の不良土壌と言われてまして、このように植物は全然生えてない土地なんですが、主にこう中東とかオーストラリアとかいわゆる砂漠の土地というところにある土壌です。で私たちはここで農耕できるようにしたい。でなんでそういうことをしたいのかといいますと、2050年には 人口がですね、 今ここ90億人と書いておりますけれども、いずれ人口が2050年には100億人に達しようと言われております。でつまり何が言いたいかというと、食料生産が人口増加に追いつかないということで、近い将来にですね、必ず深刻な食料危機、フードクライシスが起こるというふうに言われております。でこれは多分来るだろうとかいうレベルじゃなくて、確実にやってくる、そういう深刻な食料危機が近い将来になっていくということです。でそこでさらに農地を拡大すればいいじゃないかという話になるんですが、これ以上森林を伐採すると、この地球温暖化の問題がよりひどくなるということで、それで私たちの一つの答えっていうのが、こういう今まで農耕に使えていなかった土地、こういうアルカリ性の不良土壌、砂漠の土壌で農耕できるようにしたいと、それが本来の私たち の研究の出発点でした。でなんでそもそも砂漠で植物がちゃんと育たないのかといいますと、このような鉄欠乏症を起こして枯れてしまうんですが、これは鉄がですね、アルカリ性土壌では水に溶けない酸化の水酸化ですというものになってしまいます。つまり錆びた鉄、赤錆ですね。でこの鉄が錆びて溶けないものですから、植物が根っこから鉄イオンを吸収できなくって、で鉄欠乏症になってしまう。で鉄が足りないと光合成ができなくなって、それで枯れてしまうという問題がありました。でこの問題、ただアルカリ土壌に強い植物がいまして、それはこの大麦なんですが、これは麦の根っこから麦根酸という化合物をですね、これを分泌して溶けないこの鉄イオンをですね、錯体というこの錯体を形成してですね、でそれで鉄イオンを溶かします。でこういう麦根酸の鉄錯体という状態にしておいて、トランスポーターを介して自分の体内に取り込むと、こういう機構を備えていまして、で大麦というのは比較的アルカリに強い植物と言われております。でじゃあ稲科の植物はみんなアルカリ除去に強いのかといいますと、そうではなくって、稲とかトウモロコシですね、こういったものは、ほとんどアルカリの土壌では生育できません。でこれは何でかといいますと、この稲とかトウモロコシの麦根酸、このデオキシ麦根酸 DMA というものなんですが、これあんまり分泌しないんですね。でせっかくこういう分泌機、こういう機構を稲科の植物は持っているのに、なぜかあんまりこう分泌しなくて枯れてしまうということがありました。で私たちはここでじゃあこれを、足してやればいいじゃないかと。でこれを化学合成してですね、で足してやればいいじゃないかということで、これを足すサプリメント、いわゆるサプリメントですね、そういうものを使って足していこうというふうに、考えたわけです。でただこれ試したこれを買うとですね、1ミリ10万円します、このデオキシムイネ酸という化合物ですから。試したことがある人はいませんでした。でこれは1ミリ10万円もするから、まだ高くてですね、この肥料として使えるわけがないと、そういうことで誰も今試していなかった。でそれからこれ土壌で1日で分解してしまうということで、すぐにこんな高い物質をですね、投与しても1日ですぐなくなっちゃうということで、肥料としては限界があったということです。で私たちはですね、ここの陽陰管の四角い山の3部分を強陰管と、このプロリンという物質に変えた PDMA というものを新たに開発しました。でこれを使いますと1ミリ10円ぐらいで合成できます。それで土壌でも40日程度で穏やかに分解されていってですね、これ実際にアルカリ の砂漠の土を使った実験なんですけども、こんなふうに砂漠の土でもですね、ちゃんと稲が成長したということでございます。でこれ実際に今ヨーロッパアルカリ土壌の肥料というのはどんなのがあるかといいますと、これ EDDHA というのが実際に使われている人工のキレート剤です。鉄を溶かす物質です。でこれは世界の化学メーカーからたくさん販売されていて、市場規模は約650億円と言われているんですが、これは土壌で分解しないんですね。なのでこれを使い続けると、いずれ環境を破壊するんじゃないかということが心配されています。
ただそれ以上にですね、アルカリ土壌の砂漠方が深刻なので、まあ、これが分解、環境汚染が懸念されているんですが、使わざるを得ないということで、これは実際使われているフィルト剤です。で、これを使うとこんなふうに、おどろおどろしい色になってですね、まあ、こんなちょっと食べたくないなというような感じだと思うんですが、こういうのを巻いて実際に使っているということです。で、私たち の, デオキシムギネ、PDMA というのはですね、この EDDH、ちゃんと成分解性、40日ぐらいで、二酸化炭素まで分解されます。それで、まあ、これを使ってやると、分解されるし、しかも、君は10倍以上よく効いたということでございます。で、実際にこう砂漠の土壌で実験した結果で、最終的には砂漠の土で本当にお米が取れたということです。で、砂漠の土で本当に米が取れて、じゃあ実際に実用化に向けていくということで、去年ここまでの成果を報告させていただいております。で、これから今、実際の実用化に向けた進捗状況って行うんですけども、まあ、1ミリ10円で作れるようになったということなんですけども、これ、キロにするとまだ1000万ということで、まあ、キロ1000万の肥料ですごく高すぎますんで、まあ、これをまだもっと安くしないといけないと。合成コストですね。で、それから稲科、今稲科には全部効くっていうのは分かったんですけど、他の植物にも効くのかっていうのを確かめていきました。それから作用基準ということで、どんなふうにして PDMA が取り込まれているのかっていうのも解明していくということを続けてまいりました。で、これは A-STEP という事業に採択されまして、これの支援を受けて、引き続き研究を進めております。で、これは今まで論文法っていう、先ほどネイチャーコミュニケーションズが昨年発表した方法なんですが、こうやって1段階ずつですね、化学反応をやっていって、で、最終的に PDMA というのにするという、これは5段階以上かけて合成してるんですが、この新しく昨年度ですね、我々開発しました合成法というのは、この各成分をですね、4成分室温で混ぜておくとこれになって、で、最後これを活性分解すると PDMA になるというたった2工程で合成できるようになりました。ですので、これはキロ1000万かかっていたところが、まあ、今のところ数十万程度までガッと一気に合成コストを下げることができまして、まあ、あと一息で実用化の段階まで来ているということでございます。で、稲科以外に効くのかということで、最近愛知聖子さん、申し上げました、この愛知聖子さんと共同研究でやっておるんですが、愛知聖子さんの方でいろいろな作物で見ていただきまして、まあ、キュウリにも効いたということ、それから実際に中国の土壌で試してみたところ、ピーナッツにも効いたということが、すでに論文で昨年報告しております。プレスリリースで出したのは、実はこの、成果でして、まあ、この麦根酸鉄サクターを取り込むですね、トランスポーターがこんな3次元構造をしているということを先月ネイチャーコミュニケーションズに報告させていただきました。こんなふうにここにポケットがあるんですけど、ここはこういうふうにポコッとこうデオキシムギネ酸の鉄サクターがはまってですね、でここにはまるとパコッとこうこっちが外れて、こんなふうにして鉄サクターが中に入っていくと、まあ、こういう機構をですね、解明することができまして、デオキシムギネ酸とPDMA がですね、天然の麦根酸と PDMA が、まあ、全く同じように取り込まれていると。天然物とほとんど同じ機構ですよ。で、まあ、今後、この実用化をですね、さらに引き続き続けていって、世界中の砂漠の土で、本当にお米とか麦とかトウモロコシが取れる。まあ、そういう実用化にほぼ今近づいてきているということでございます。で、ゆくゆくは SDGs2 番の、これを持ちまして、飢餓のゼロというのを達成していきたいというふうに、目標に向かって進んでいるところでございます。どうもありがとうございました。